はい、皆さんこんにちは、シャオです。よろしくお願いします。ってことで、サムネタイトルでもうすでに分かっているかもしれないんですけれども、今回ですね、モンストニュースにてコラボ、スパイファミリーとの、作品コラボが発表されましたということですね。まあ登場キャラとか見るに、アニメの今出てるところまでの内容にはなってくると思うんですけれども、まあ、コラボ自体は確定しましたので、その作品についてどういうものかっていうのをね、久しぶりにお話ししていこうかなと思います。はい、私ですね、こちらどこで連載されてるかっていうと、一応ジャンププラスというね、あのスマホアプリの中で連載されてるものになります。はい、当時出た時も覚えてます。ほんと出た時からもうずっとジャンモスパイファミリー、ダンダダン、あと怪獣8号とか、あとは推しの子とかかな、この辺りをもうずっとジャンププラスで読み続けていまして、まあ今まさにジャンププラス黄金期って言われてるぐらい、そのジャンププラスが盛り上がってるんですよね。で、中でもスパイファミリーっていうのはもう長く深く愛されてる作品になっていて、今だともうねアニメ化されて、あのガンガン人気が上がってくるってものになるんですけれども、ただね、まだやっぱジャンプだったり、まあ、少年週刊マガジンだったりとか、そのあたりの週刊誌に比べるとどうしても知名度は劣ってくる部分があると思うので、意外と知らない人多いんじゃないかなっていうので、軽く作品のね紹介をさせていただこうかなと思います。はい、まずはじめに注意点として、この話ですね、ガンガンその登場人物が出てきたりバトルシーンがあったりとかではないので、その物語の紹介をするにあたって序盤の話の展開みたいなところを話さないといけないところがあるんですよね。なので、ネタバレ含みます。これからめちゃくちゃ楽しみに1話から見ていこうって人は多少ネタバレが入ってしまいますので、そこだけ気をつけて見ていただければなと思いますので、この先はネタバレが大丈夫な方のみ見ていただければなと思います。まあそんながっつりね大事なとこネタバレとかはしないのでね、はい、軽く見ていただければと思います。はい、じゃあまずスパイファミリーがどういうお話かというお話をしていくんですけれども、この物語はですね、一人の男性、まあ、ロイド・フォージャー、まあ、ロイド・フォージャーと呼んでおきましょう。ロイド・フォージャーの、ある与えられた任務から、物語が展開していく話になっていくんですね。はい、まずこのロイド・フォージャーっていうのは何のこ誰のことかと、どういう人なのかというですね、まあ、今回モンスターストライクでも1キャラ目として、ガチャゲンで来るとね紹介されたと思うんですけれども、このロイド・フォージャーはですね、黄昏って言われる、まあ、要はスパイなんですよ。もう諜報員っていうんですか、そのエージェントをやっている人なんですよね。まあ、それはどういうものかっていうと、一応東の国と西の国で今冷戦状態になってて、一応仮初めの平和みたいなのが訪れてるみたいな舞台なんだよね。でそこに対して西から東だったかな、いや違うな、東の、あ違う、合ってるか、西国から東の国に対して送られたのがロイド・フォージャーだったはずです。ごめん、これ逆だったら申し訳ないんだけど、確か西から東に送られた、西の国から東の国にスパイとして送られたのがこのロイド・フォージャーなんですよね。で、ある日突然このロイド・フォージャーに新しい大きい任務が飛び込んできますと。でその任務がですね、そのこっちの敵側の国にいるデズモンドって言われる、めちゃくちゃ危険な人物がいると急に言われるんですね。はい、でそのデズモンドに対して、まあ、そいつを見張ってくれだったり、そいつをまあなんかそいつに近づいてくれみたいな任務が来るんですよね。オペレーションなんかストリックスみたいな、なんか感じの名前だった気がするんですけれども、まあ、そういう任務があるわけですよ。はい、でそのデズモンドっていう人はもうめちゃくちゃ慎重な危険人物になってまして、ある有名高校、有名学校か、超有名の名門学校があるんですけれども、そこにデズモンドの息子が通ってるんですよね。はい、でその学校の、懇親会にしか現れないと、そこに現れるって情報しか今のところないということで、その黄昏、まあ、ロイド・フォージャーに課せられた任務はその懇親会に参加してデズモンドに近づけという任務が与えられたんですよ。はい、でここで必要になってくることが何個かあって物語が展開していくわけですね。はい、まずここで覚えておかなきゃいけないのはロイド・フォージャーがスパイであること。はい、でこの物語のキーにあるのが、そのデズモンドって言われる危険人物に近づけという任務があること。その任務のために家族を作る必要があるというところから展開されていくんですね。はい、まあ、家族が作る必要があるっていうのはですね、そのデズモンドの息子が通う超名門学校があるのに対して、そこの懇親会に参加しなきゃいけないので、自身もねやっぱり少なからずその学校に通う、まあ、娘、子供が必要になってくるわけですよ。でもう数々の場数をこなしてきましたロイド・フォージャーは、まあ、そういう無理な任務をね突然飛び込んできてもそれに対応しようとしますと。はい、でロイド・フォージャー最初に取った行動がですね、まあ、孤児院に行って養子を見つけようと
その学校に通わせる子供を見つけに行こうという形で、孤児院に確か行くんだよね、うん、で、その孤児院で会ったのが、今回、大人気でございますアーニャでございますね。あのピンク色の髪の可愛らしい女の子がいると思うんですけど、これがアーニャです。この孤児院で会います。はい、で、その孤児院でアーニャに会った時に、ここ大事なんですけれども、アーニャ、なんと、特殊能力を持っていますと。はい、アーニャは人の心が読めます。はい、心を読む力を持っているんですよね。はい、だからロイド・フォージャーがスパイだってことも速攻で心を読んで分かることができましたし、まあ、アーニャにはそういう特殊能力がありますと。はい、で、そのアーニャ側からはそのロイド・フォージャーがそのね、養子を迎えに来たってのは分かっているんだけれども、どちらかというとスパイなんだみたいなので興味を示して、なんか楽しそうだからみたいな感じでロイド・フォージャーの養子になることを決めたんだったかな、確かアーニャはね。まあ、なんかもうちょっとなんか複雑なあれがあった気がしますけど、うん、まあ、そんな感じで、アーニャが養子になるんですよね、まず。で、この時点でスパイでミッションを達成したい黄昏ロイド・フォージャーと、アーニャ、その学校に通うアーニャっていう、まず家族構成が出来上がるわけですよ。もうこの時点で面白いですよ。このロイドの方は心を読まれてることを知らないんですよ。で、アーニャもそれを言わないので、アーニャは一方的にロイドのことを全部知ってるんですよ。スパイで、デズモンドに近づかなきゃいけないから、学校でいい成績を収めて懇親会にも出てみたいな感じで考えてるのを全部アーニャにバレてるの。でもアーニャはそれ言わないから、ロイドはずっとバレてないでいい父親を演じてると思っている中での物語が進んでいくんですよね。この関係性がもうね、まずスパイファミリーはすっごい面白いんですよね。はい、ここが一つの魅力だと思います。はい、で、アーニャと一緒にその学校の、試験を受けに行くわけですよ。まあ筆記のところはね、いろいろ物語が展開していくんですけど、確か二次面接か三次面接かなんかの時に、その両親の同伴が必要ですよと言われることがあったんだよね。で、その時にそのロイド・フォージャーっていう、そのタスガルね、要はお父さん側だねと、子供のアーニャ側ってのはいるけど、お母さんがいなかったんですよ。はい、なので次はお母さんを探しに行かなきゃいけないと。で、その時にまあいろいろ物語、ここ楽しいところなんで見てほしいんですけど、展開していって出会ったのがヨルさん。はい、ここでもう全員揃いましたね。ロイド・フォージャー、アーニャ、ヨルさん、このお母さん側のポジションにつくのがヨルさんになってきます。はい、妄想でも出てきましたと。で、このヨルさんはですね、なんと、プロの殺し屋でございます。はい、プロの殺し屋です。で、そのお母さんっていうのにあたって、要は偽装結婚をするわけですよね。はい、本当は結婚してないけど偽装してその結婚したっていう状態だと他の人に言い続けるみたいなね。ここで嘘の家族ができるんですよね。ロイド、スパイ、殺し屋のお母さん、まあ、ヨルさんで、心が読めるアーニャ、このトライアングルがもう神バランスを生み出してるんですよね。で、確かね、ヨルさんがそのじゃあなんでそんな急にヨルさんそのお母さんになってくれたのって言うんですけど、なんかその前の物語のところとかで、なんか結婚しないのだったりとか、あとはまあこの殺し屋っていう職業をね、バレないように隠すためにそういうなんか家庭を持った方がバレづらいんじゃないかみたいな、いろいろな葛藤があって、利害の一致で、ヨルさんが確かそのお母さん役を買って出てくれたんだよね、うん、なんか街であったんだよね、他の県でね。はい、で、そのお互いがお互いの自分の正体を隠すっていうトライアングルがそこで出来上がるんですよ。これがめちゃくちゃ面白いんだ。もちろんヨルさんはロイドが、スパイだってことも知りませんし、アーニャが心読めるってことも知りません。アーニャは全部知ってます。ヨルさんが殺し屋だってことも知ってるし、ロイドがスパイだってことも知ってるし、お互いがお互い分かってないってこともアーニャは全部知ってる。でもアーニャは絶対に自分から言わないんですよね。はい、で、ロイドは自分がスパイだってバレてないと思ってるし、殺し屋が奥さんだっていうのも知らないっていう関係値が出来上がってるんですよね。はい、で、その3人がなぜか知らないけど超名門校の面接に行ったりするわけですよ。で、その学校に、入学できたかできてないかみたいなのは、まあ、この後の物語でね、実際に読んでいただければなと思うんですけれども、これがめちゃくちゃ面白いんですよね。あ、めちゃくちゃ面白い。もう単純でしょ。単純なんですよ。なんかね、感覚で言うと知ってる人いるか分かんないけど、あのね、すっごい前にね、ミスター&ミセス・スミスっていうね、映画があったんですけど、あれに近いですね。なんか感覚的にそれにプラス人の心が読める力持ったね、そこに娘が生まれるわけですから、いるわけですから、まあ関係性的には本当面白いですね。はい、じゃあどういうところが面白いか、どういう人が好きかっていう話を最後にするんですけど、まあ、まず一つ目に、アーニャがもうずっと可愛いです。ずっと可愛い。
まずアーニャの仕草だったり話し方、まあイラストももちろんそうですし、全部可愛いんですよね。で一番可愛いのはなんかそのアーニャぐらいの年頃のなんかやんちゃ感だったり、あとは子供っぽさだったり、まあ普通に可愛い感じなんですけど、もうとにかくアーニャがゴリ押しで可愛い、めちゃくちゃ可愛い。これね、あの原作の方でもアニメの方でももう文句なく可愛いです。文句なく可愛い、うん、がこれ一つ目、まず理由、楽しめるところで、次が関係値がやっぱ面白いですね。他の漫画にない、他の漫画に全くないです。そのスパイ、殺し屋、心を読むっていう家族で、お互いがお互いその任務があるわけですよ。もちろんロイドに与えられた任務、スパイの任務っていうのは他にももちろんありますし、ヨルさんに与えられた殺し屋の任務っていうのは他にもありますし、それを家族っていうのを抱えながら全部こなしていかなきゃいけないんですよ、バレないように。まずこういう物語の話、進め方が面白いですよね。でそこで可愛いのがアーニャが全部首突っ込みたがるんですよ。そういうスパイとか殺し屋とかもうワクワクして、もうアーニャ自分を抑えきれないタイプの女の子なので、そのスパイの任務とかに実はアーニャが手助けしたおかげでそれが成功してた例だったりとか、まあ、殺しの任務とかにもちょっとアーニャが関わったりとか、いろんなシーンでね、その2人のメインに来るその夫婦の2人のプラスアルファでアーニャが関わってくるっていうね、あの関係値が面白いんですよね。うん、めちゃくちゃここは面白いかな。とにかくアーニャが可愛いんだけど、ずっとそういうなんかちゃんとしたお話も進んでいくっていうのがいいですよね。はい、で最後にもうとにかく一番最初ってもう今さ、仮の夫婦、仮の家族じゃないですか、スパイファミリー、まあ、もう偽の家族なんですよね。だからお互いの利害が一致するから家族でいるだけの関係性が最初は続いてるんですけれども、どんどんね、やっぱりね、その最初は偽装結婚だったんだけど、なんか本物の家族に近づいていくような関係性が見て取れるんですよね。うん、最初は任務のためのロイだったり、殺し屋を隠すためのヨルさんで、面白そうだからついてきたアーニャがもう本当に、お父さんお母さんと一子供娘みたいな感じの関係性になって、なんかちょっとほんわかしていくような感じのね、あの話もあったりして、でそうどんどんやっぱ進むごとにね、関係値が上がってるなみたいな描写が結構あるので、そういうところでも楽しめると思う。だからその毎回その話で完結するようなタイプじゃないんですよね。どんどん物語も展開していくし、ところどころでそういうなんか寄り道っていうか面白い話もあるしっていうのがあるので、めちゃくちゃ面白いですよ。多少バトル要素みたいなのもありますし、すっごい面白いので、スパイファミリーはぜひ見てほしいですね。なんか何も考えないでも見れるし、考えてみても面白いし、すごい面白いんで、スパイファミリーはぜひ見てほしいですね。はい、そのあたり今アニメがやってます。はい、なんでもう D アニメストアだったり、まあ、他の D アニメストア以外は俺わかんないんで、フルとかね、アマプラとかいろいろわかんないんですけど、一応見れるんでアニメがね、どっかに登録すれば、まあ、そういうとこ登録して見てみるのもありですし、僕のおすすめは原作です。アニメも超可愛いんで絶対見てほしいですけど、原作これが最強なんですよ。原作今から見るって人さ、まあ、どっかでやっぱ漫画サイトとかで買って、ちょっとお金かかっちゃうかなって懸念してる人、やばいっす。ジャンププラスダウンロードしてから連載系の漫画の一部は最初の1回無料なんですよ、全話。で確かね、ちょっと前に嫁ちゃんがスパイファミリーを初めて読み始めたんですよね。でその時に多分ジャンプラダウンロードしたらワンチャン全話初回の1回だけ無料だよって言ったら、あ本当だ全部無料だみたいなこと言ってた気がするんで、今ダウンロードしてジャンププラスね、でそのジャンププラスで、スパイファミリーで調べる、まあ、もうランキングずっと1位なんで1位多分いると思うんですけど、で見ていただくと1話から今の最新話まで最初の1回だったら無料で見れるかもしれない、だからマジこれ見てそのモンストのコラボもっと楽しみたいって人は一旦ジャンプラダウンロードしてスパイファミリー全話見てみてもいいかもしれない。最初の方だけでも結構入り込めるんで、最初の方で切る切らないは自分で判断してみればいいと思うんだけど、まあ、無料なんでね、初回無料だったら本当もうただただ見れるんで、ぜひそれちょっと見てほしいですね。スパイファミリーは自信を持っておすすめできますね。なんか人を選ばない面白さがあると思う。もうバトルしか見ないとかの人はまた別の話ですけど、本当にどんな人にも刺さるような作品ですね。あとまあね、女性でも面白いと思う、多分この漫画は。はい、なのでもう万人受けすると思いますので、ぜひ見てほしいでございます。
はい、ってことで、作品紹介プラス完全になんか最後の方ジャンププラスの案件みたいな感じになっちゃいましたけど、全然案件じゃないのでお気をつけください。はい、ぜひね、見て、僕もどんどんライブやっていったりすると思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。はい、ということでパッと喋ってまいりましたけれども、久しぶりに作品紹介になるものをやらせていただきました。本来だったらもっとね、いっぱいね、ボンドだったりね、違うキャラの話、ね、スパイファミリーで、ね、出てくる登場人物全員が全員ねキャラ語ってるんですよね。はい、なんでね、ヨルさんの弟さんだったりとかもいろいろ紹介したいキャラはいっぱいいるんですけれども、どこまでアニメで出てるのか、どこまでモンストとコラボするのかがちょっと線引き難しかったので、今回はまあこの3人を焦点を合わせて、紹介させていただきました。はい、ね、よかったら最後にチャンネル登録高評価ね、していただけると嬉しいです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。